下川さんに来ていた。いや。下川さんに来ていただきました。はい、あの背負いをやるので脱いでいただいたんですけど、始める前にご挨拶取ってなかったと思っていきなり動画始まるよりちょっとやっぱり事前のちょっと ご紹介があった方がいいなと思いましたので、はい、もう裸になってしまってるところをこうストーブの前で暖かくなっていただきながら、はい、今日初めて予約屋に来てくださったんですよね。はい、ちょっとたっぷり受けたいということなんですけど、どうしてなんですか？いや、もうそらね、受けたくなるじゃないですか、あの動画見てたすごく気持ちよさそうだし、はい、聞いてる感が伝わってくるし、で、僕ももともとはその、オイルのマッサージとかは好きなんですよ、はい、で、男性してくれるとこって少ないじゃないですか。あ、確かに。で、僕東京来ることになって、まあちょっと忙しくなってから全然行けてないんで、はなちゃんがしてもらえるっていうことなんでね。あ、それはやっぱりこうやってね、仲のいいはなちゃんにしてもらう方がこっちもリラックスできるから、嬉しいですね。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、あ、これからやります。なんか変な絵ですね、はい できないですもんね。子供の声が聞こえていいですね保育園のね、子供たちが通るんですよね、はい、すいません、ワトルクが始めましたので、はい、もう全然行きましょう、はいはい、木村店長にやっていただいたような一連の流れって、はい、下川さんが考えてこう伝授してるんですか？そうですね。ああ、うん、流れまで考えるのって結構難しくないですか？あ、流れね、まあ、流れは木村店長のオリジナルが半分ぐらい入ってるかもしれませんね。僕が伝えるのは、硬い筋肉に対してのアプローチの仕方と、あとそのガチガチさんのこう安いポイントですよね。はい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 。そこをしっかりしなあかんよっていう。あとの組み合わせはもう彼らが自由にやってると思う。あ、そうなんですね。まあ、ある程度のことを言いますよ、同じとこずっとやったらあかんよ、かんよとか、そうですね、それは飽きませんね、はい、あ、でもあれですね、ただのさんでしたっけ。あ、ただのさん、はい、あのこうもうあの無事メンバーになったんですね。そうなんですよ、認定セラピストって言ってね、僕らが勝手に認定しただけですけどいやまあ、いわゆるそのガチガチ専門店でいつでも働けるレベルになりますよっていう、はい、おめでたいことですね。結構冷えてますね。そうでしょ、あの脇が。そうでしょ、脇冷たい。だからね、僕冬の方が湧きやすい広いんですよ。はあ、なんなんやろ。寒かったらギャーって出ますね。へえ、なんだろう。あ、でもあの水分、鼻水とかって出して体温めようとしてる反応なんですって。はい、それもあるかもしれないですね。ねえ、だから体が寒いから。うん、多分それだと思いますね。ここ数年ほんと冷え性になってきて、そしたらなんか秋足も量出るようになってきましたね。グレーとか絶対着れないグレーは確かに黒くなりますもんね。そうですよ、目立ちますね。めちゃくちゃになりますねそれちょっと嫌ですね男性も更年期あるらしいので、はい、ホルモンバランスとかもあるかもしれないですね、この細菌とかっていうんだったら。僕ですか、うん、あ、
脇役はね、3年前ぐらいから。ああ、そうなんですね。それまで僕結構派手な T シャツとか好きやから。ああ、ピンクとか好きなんですもんね。うん、そうそうなんですよ。靴とかね、原色されてるんですもんね。だから、上半身の服はもう着れないから、白と黒だけだから。つまんないですね。そうなんです。だから後で靴とかね、アウターで色変えたりとかして遊んでるんですけどね。本当は真っピンクの T シャツとか着たいんですよ。ボトックス打てばいいんじゃないですか。何ですか。ボトックス注射。何ですかそれ。脇にボトックスを打つと、はい、脇汗止まるんですよ。マジですか。はい。なんか整形で中村あさぎさんとかやってました。おしゃれしたいからって。したいです。はい。なんかね、ボトックスってシワ伸ばしに使ったりするんですけど、はい、そのシワ伸ばしに入れるとシワなくなるし、汗止めに入れると汗なくなるしみたいな。なんかその辺の筋肉をなんかこう麻痺させるっていうか、はい、そんな感じらしいです。うん、副作用なしですか。あ、ないんじゃないですかね。特別出るもんは。あ、でもそう、でも出る水分量は一緒だから、脇がよとかから出るとかはあるかもしれないですけど。でも、はい、脇以外で出るってないですもんね、そんなね。まあ、顔とか、うん、あ、お腹とか、そういう別の部分。朝起きたら顔ギトギトですね。あ、うん、あ、顔、油出るんですか、顔は。僕、油症ですね。へー。もう朝起きたら、足の裏とか顔とか。ちょっと乾燥もありますね。あ、そうなんですよ。はい、カサカサしてる、ね、そう。顔とか冬場ね、粉吹くんですよ。油症なのに。そうなんですよ。謎ですね、それ。めちゃくちゃでしょ。本当ですね。どっちなんだよって感じですね。そうなんですよ。顔真っ白になったりとか。どっかでね、自分はそのつもりなくてもね、崩れますもんね。あ、そうですね。年齢とか、はい、まあ、ストレスとか、はい、やっぱ特に変えたところなくてもだんだん変わることはありますからね。いや、だってすごい下川さん いろいろ忙しく やられてるじゃないですか。いや、そんな忙しくないですよ。東京に来てる時だけですよ、忙しいの。あ、そうなんですか。はい、なんかすごいこう尽力してる感じで。向こうでは普通に、ね、はい、自分のサロンで自分のお客さんをやってるだけだから、はい、でたまに YouTube 撮ったり、はいはいはい、ブログ書いたりしてるだけで。いや、でもお子さんもいるし、結構いろいろあるんじゃないですか。ですかね。なんか結構慣れちゃってるから、本人的には大したことないと思ってることも、はい、意外とその実際の今の体力とか、あ、確かに、そうそうそう、いろいろ考えていくとちょっとオーバーワークですよってことありますよ。あ、確かにそうか。体力は落ちましたね。よく走ったりね、はい、トレーニングしてた時があったんですけど、はいはい、ここ数年全然やってなくて、あ、たるみ感が半端ないんですよ。なんか本当に がっかりするとか聞いたことあるんですけど、はい、すっごいびっくりするぐらい急速に衰えるって言ってましたね。そのやってた人がやらなくなった時の差が、はい、やっぱもう30超えたらすごいんだよみたいな話を言ってました。確かにそう。だからそういう点で言うたらね、うん、水谷さんすごくないですか。あ、山登りしてますもんね。そう、若いですね。あの人若いですよね。若い、めっちゃ若い。見た目も若いですしね。うん、で、なんかね、引き締まってるじゃないですか。確かに体シュッとしますよね。そう、首周り、顎周りもね。あ、してるしてる、シュッとしてる。あれ、絶対やってるんですよ、ちゃんと。あの人だってお食事じゃないですか。食べ物がやっぱ、で住んでるところもなんかね、水の綺麗なとこっぽいし、やっぱりこう、いい環境でいいものを食べて、はい、こう自分のペースで、うん、こう好きな、周りに好きな人を置いて、うん、やってるっていうことですかね。子供さんもね、うん、何人もいて、そうですね、すごい幸せそうですもんね。ね、うん、
できるパパって感じだもんね。ですね、なんかすごいいいパパって感じでね。うん、ちょっとね、ほんま男が惚れる男みたいな感じです、ね。あ、まあ、イケメンだから女性にもね、うん、優しい感じだし。そうですよね、女性にも好かれるし男性にも好かれますよね。そうですよ、なんか話の聞き方が上手っていうか、あ、うまいですね、うん、なんかスッと入ってきますよね、はい、だみんなに好かれるだろうなって感じがします、水谷先生は。そうですね、はい、嫌いっていう人いたらなんでって感じですよ、ね、どこがみたいな。そうそうそう、うわ、腕めっちゃ痛いですね、ここすごいガチガチですね。ガチガチさんのガチガチ発見ですね。これは大変ですね、はい、腕、あ、でも腕も良くないんですよ。腕が立っちゃうと肩甲骨を引っ張るんですよ、はい、下げるっていうか、それがまあ背中丸くしちゃうので。なるほど。そうそうそう、腕がすごい張っちゃってると腕の重さで、はい、どうしてもその仕事してない時でも肩が前にこれね、痛いんですよね。いや、さっきから言おうかどうか思ったんですけど、はい、バレたな思って。いや、なんかカチカチなんですね、これはね。で結構腕太いじゃないですか、はい、その全部がカチカチになってるから、なんかすごいすごい大変な感じですね。聞く。これ皆さん硬いんですけど、はい、割と細い人がすごく疲れるのは分かるんですけど、だから相当無理してるんですよね、やっぱね、頑張ってるから。マジですか。そうですよ、だってこれだけのしっかりした腕がもう耐えきれずにガチガチになってるんで。でもそこにの腕ほぐしたらめっちゃ楽なるやろうなってのは分かりますね。ですよね、ですよね。あ、でも徐々に。あまだ痛いですけど。あ、でもほんまに楽にはなってきますよね。これね、肩こりよりもこっちの方がしんどそうな気がしましたよ。あ、もうほんま触ってもらったらそうかも。そうだって、こんなガッチガチな人少ないですもん。あ、そうですか。そう、いや、腕張ってますけど、はい、うん、やっぱなんかあの筋肉の量もあってそれが全部硬い状態だから迫力が迫力のあるガチガチさんです。あー、でも気持ちいい、ね、なんか取れてくると気持ちいいんですよね。うん、やっぱほんま肩周りもな、うん、軽くなってきますね。あー、よかったよかった。いや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 、そんなそんな。いや、もうほんま今日はね、まあ、自分癒すっていうのももちろんそうですけど、勉強もさせてもらおうと思って来てるんですよ。はいはいはい。だから思ったこと全部喋ってくださいね。あ、わかりました。吸収したいんです。もう勉強熱心ですね。私から得られるものがあればいいんですけど。めちゃくちゃありますよ。そうですか、ありがとうございます。ね、こうやってケンさんのおかげでね、はなちゃんと知り合うことができて。私もそうです、ケンさんのおかげで下川さんにも、あの平さんにも、はい、会えてるっていうことがありますからね。ね、ケンさんもすごいな。ケンさんすごいアクティブですよね。ね、本当になんかもうマッサージっていうカテゴリーでは収まらない、ね、ですですですね、超えてますよね。ですよね。だってカキカレーを食べるだけの動画を上げるんですもん。だって私がカキカレーを食べるだけの動画なんて絶対怒られそうだもん。いや、そんなことないです。大丈夫ですかね。それはね、やっぱちょっと花ちゃんのファンとしたら、花ちゃんの生活を覗いた気分になるから、そういうのもあの、回ると思いますよ。みんな見てくれると思いますよ。 ありですかね、それも。ありですよ、僕も見たいと思う。あ、本当ですか。じゃあそうしよう。子供とじゃれてるとことかね。あ、はいはいはい、うん、あ、この間のあれ良かったですね、うん、の下川さんが子供の足かなんかを揉んでるやつ、なんかもう2年前のやつ、ね、お疲れですねとか言って可愛かったあれ、時最強に可愛い時ですからね。ね、超可愛かったですよ。2歳の息子、
なんかね、なんかキャーキャー言ってて可愛かった。ね、両手にお菓子と、うん、まあ、クイーンの、あのおもちゃ持ってね。三角筋もすごいですね。マジで。もうモリッとしてますね。だからあれでしょ、息子ちゃん小学校でしょ。そう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 、うちも娘ちゃんがそうですからね。あーね、娘ちゃん溺愛してますね。いやーっていうか、女の子はもう叶えませんよ、ですよね。僕自身が男3人兄弟やから、うん、なんか女の子の扱いっていうのは分かんないですよね。全部嫁さんに任せてますけど、はい、息子は分かりますよ。はいはい、同じですよね。自分の小さい頃を見るよみたいな。そうそう、今どうしちゃったらいいんだろうなとか分かるけど、でもさらかさん、こうた横脇腹とかがたるむのは伸ばしてないからですよ、はい、あ、そっか。そうそうそう、ストレッチですか。そうですね、やっぱこう上げるっていう動作をもっとしないとたるみますよ、ここが縮んで。なるほど、まあそれは、そういう意識を持ってストレッチ体操するわけですね。そうですよね、そうですね、やっぱなかなかないですもんね、そう真上に上げたりとか。そう、生活だけではね、そうなんです、やっぱ意識的にしないと、うん、はい、やっぱりもう普通にその仕事でする体制に限られてきちゃうと思うんですよね、はい、日常の体制と仕事の体制としかないっていうことで。いいですね、まあまあ見てないって思いますけどね、みんな自分の子ばっかり見てて。まあ、ね、まあ、上ジャケット着てたらね、あ、まあね、そんなに目立たないです、まあ、そうですね。やっぱ右の方が硬かったですね、腕ね。そうですね、こっちそんなに、あ、でも痛いわ。まあ痛いは痛いですね、やっぱり痛いは痛い。ここが痛かったですね。痛い。力が勝手に入ってしまう。抜こうとしてる。うぅ。面白い。面白いな、この人。これが気持ちよさに変わると思う。そうですね、気持ちよくなりますよ。うん、まあ、痛いけど、うん、いいんですよ。いい痛さなんですよね。はい、ありがとうございます。逃げたくなるような痛さじゃないからね。あ、はい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 。おっしゃってましたよね。あの、うん、痛いです。痛いですって逐一報告してくれるお客さんがいて、ああそうそうそう、それは逃げたくなる痛さですかって言ったら違いますってなったんですよね。そう、あのお客さんって聞いてるっていう感覚でも痛いって言うじゃないですか。あ、知らないとなんか分かんないですもんね、そのいいのか悪いのかっていうか、うん、そうなんです、普通のお客さんは聞いてる感覚を、うん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 、あそこ痛いですね、ああ言います言います言います、確かに言う、聞いてるっていうより痛いっていう。そうなんですよ、はい、聞いてるっていう言葉をね、うんうん、使い慣れてないから。そうですね、そこの判断ミスっちゃうとね。うそれあれですよね、施術者の方も分かってれば、あ、聞いてる痛みですよねってなるんですけど、あ、痛いですか、すいませんみたいにして、そう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 、緩めちゃうと、うん、結局何もできないマッサージになっちゃいますもんね。そうです、うん、ちょっとね、冷たいし老廃物が、はい、あるので食いたいとかありますね。はい、やっぱりなんかもう脂肪の塊がすごいな。ちょっとね、やっぱちょっとたるみが出てきてしまっていますね。ですよね、今度来る時はね、
引き締まったボディーで決まる。砲丸投げてあれやり投げだわ、やり投げすいません、やり投げして引き締めますか強そうですね、下川さん。あの授業、大学の授業はね、うん、まあ、毎年柔道を取らせてもらってて、で陸上部の人たちとつるむよりも、うんうん、柔道部の人たちとつるんでたんですよね。へえ、で面白かったですよ。投げられたり締められたりしてね何か面白いのかわからない私だったら嫌です投げられたり締められたりが面白いですね。いやそれ教えてもらうんですよ。あ、なるほどね、うん、はい、俺もそうなりたいってなってね。やっぱ強くなりたいっていう感じですか。あ、そうですね、柔道はなんかかっこいいですね。なんか好き、柔道着が好き。あの、あ、まあまあわかる気がする、似合いますよねはい、じゃあ蒸しタオルで温めますね。モテたんじゃないですか。いや、モテませんよ。え、モテません？モテません。本当ですか、はい、え、そういうのだ、まあ男子の方がわーってなるのは分かるんですけど、はい、結構女子も見に来たりしないんですか。いやー、ならない。あ、モテなかったですか。あ、そうですか。モテないですよ。あ、本当ですか、うん。あ、でも下川さん男性にモテそうですね、女性よりね。あ、僕あの海外行ったらね、それ系の海外系の、こっち系の男の人にモテました。でしょうね。おお、ナイスガイっつっておお、すごいペタペタ触ってこられましたね。わかる。なんかだって顔もね、もう本当に男らしいですもんね。そうですか。うん、なんかやっぱすごいあれですよね、あの昨日撮っていただいた写真見てても思いました。あ、やっぱ釣り目だなと思って。そうそう。で確かに怖い人に見えるなと思って。ね、怖くないんですけどね、本当のところは。そうなんですよ、うん。だからよく怒ってるとか簡単に言われましたよ。怒ってんの？怒ってないよ。だからなんかそんなおならプーとかするように見えないんですよね。ちょっと近寄りがたい感じが、やっぱり、うん、硬派な感じがすごいから、なおこもあんまり気安く言えなかったじゃないですか。ああ、そうですか。そんな気がしますよ。多分だってそんなで、だって優勝とかでしたっけ、今なんか選ばれたりとか、うん、すごいこう目立って活躍してたわけじゃないですか。うん、それはやっぱり、いや、すごいねみたいな、かっこいいねってなってたと思いますよ。そうですかね。絶対なりますよ、そりゃ。気づかなかっただけじゃないですか。実はなんかアプローチもあったんじゃないですか。ないですね。ないですか。早いですね、断言が。本当ですか。ちょっと寂しかったですね。せっかくなんか頑張ってるのに。ちょっとやっぱ、まあ ね、思春期の男子としては、はい、もっとチャキャキャチヤフヤされたいですよね。あ、確かありました ね、 ね、モテたい願望ありましたけど、ね、モテたいですよね、普通にモテたいですよね。小学校の時に ね、 ねスカートめくりしすぎてね、センスにこっぴどく怒られましたけどね。あ、悪ガキですね。そうですよ、みんなの前でパンツ一丁にさせられたりね。ああ、もうお前は罰だみたいなことですね。そうそう、ゆっくり分けてみてください。はい、はい。で、5月11日のイベントについて、午後6時から8時まで練馬区役所の会議室にて、料金の方が5000円、税込み5000円で当日支払いになります。と、講師がリタジネンの水谷平さんと、ガチガチ専門の下川太さんと、坪月楽家の花澤聖子です。
第1部の方で下川さんがまず YouTube の始め方とか、あの活用法とかメリットデメリットとかいろいろなこうまず知るべきことっていうようなことを説明してくださいます。そして2部の方で手技ライブですねとともにそのカメラの撮影もします。撮影と手技とをが同時になります。で2部の方でやりますのが私の講打法を、まあ、伝授しますですね。はい、こうちょっと今ここでやりますね。こういうふうに叩く手技のことを講打法って言うんですね。こういうふうにしたり、こういうふうにしたり、この叩く音が好きな方結構いらっしゃるんですけれども、説明したりこうコツをお教えしたり、皆様にいらっしゃってる皆様に実際に体感していただく、私がやります。これで私が30分行います。下川さんが熱くトークが30分、そして、私の手技ライブ講打法を30分ですね。それから締めで水谷平先生のですねツボですね、合谷とか極地とかっていったこのセラピストが凝りやすいのツボのほぐし方こう聞かせるというのをね、水谷先生はすごくお得意とされていますので、しかもこの手とか腕とかっていうのすごく触りやすくて自分でもやりやすいですし、ツボの伝授が30分ですね。それをこう、まあ、そして最後にまとめという感じで、ちょっと交流もしていただいたりとかっていう形になると思います。もうそれだけたっぷりと2時間の中で、トークあり手技あり撮影ありっていう感じで盛りだくさんな内容になります。さらにはですね、下川先生はお誕生日でもあり、そして木村店長と新見ちゃんが学ぶ側として勉強するというふうにおっしゃっていてですね、彼ら2人が来てくださることも決まっています。ぜひ会場に足をお運びください。かなり楽しく勉強になる、面白い会になると思います。皆様のご来場をお待ちしております。申し込みフォームからまずはお申し込みをしていただいて、でこちらのコメント欄とかでもご意見ごとかご要望とかご質問とかありましたらお気軽にお寄せください。よろしくお願いいたします。あ、また希望があればというか流れ次第ですけれども、コスプレをしようかなと考えております。どんなコスプレがいいかとか思うことがある方はぜひその辺もお声をお寄せください。とりあえず今日はちょっと多分これ道化師ですね、ピエロみたいな格好をしてみました。いろいろ服は持ってますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。